皆さんこんにちは。国分福音教会の丸本博史です。12月6日金曜日、今日の箇所は黙示録11章1節から14節です。タイトルは二人の商人の働きと教会の使命です。ヨハネの黙示録11章1節から14節。それから杖のようなはかり竿が私に与えられて、こう告げられた。立って神の神殿と祭壇と、そこで礼拝している人々をはかりなさい。神殿の外の庭はそのままにしておきなさい。それを測ってはいけない。それは異邦人に与えられているからだ。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになる。私がそれを許すので、私の二人の証人は荒布をまとって1260日間予言する。彼らは地を治める主の御前に立っている二本のオリーブの木、また二つの燭台である。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て敵を焼き尽くす。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、必ずこのように殺される。この二人は予言をしている期間、雨が降らないように天を閉じる権威を持っている。また、水を血に変える権威、さらに思うままに何度でもあらゆる災害で地を打つ権威を持っている。二人が証言を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が、彼らと戦って勝ち、彼らを殺してしまう。彼らの死体は大きな都の大通りにさらされる。その都は、霊的な理解では、ソドムやエジプトと呼ばれ、そこで彼らの主も十字架にかけられたのである。もろもろの民族、部族、言語、国民に属する人々が三日半の間、彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に葬ることを許さない。地に住む者たちは、彼らのことで喜び祝って、互いに贈り物を交わす。この二人の預言者たちが、地に住む者たちを苦しめたからである。しかし、三日半の後、命の息が神から出て二人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った。見ていた者たちは大きな恐怖に襲われた。二人は天から大きな声が、ここに登れ、というのを聞いた。そして、彼らは雲に包まれて天に昇った。彼らの敵たちはそれを見た。その時、大きな地震が起こって、都の十分の一が倒れた。この地震のために7000人が死んだ。残った者たちは恐れを抱き、天の神に栄光を期した。第二の災いが過ぎ去った。見よ、第三の災いがすぐに来る。今日は黙示録11章を見ていきます。これは終末の時代、御使いが吹き鳴らす第六のラッパと第七のラッパの間に起こる出来事です。11章2節に、彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじることになるとあります。この聖なる都を踏みにじるのは
異邦人であると書かれています。そしてこの異邦人とは、終末の時代神に敵対する勢力であると思われます。そして11章3節では、唐突に2人の商人というのが登場します。彼らが何者なのか、そこには名前も出てきませんので、はっきりとは分かりません。ただこの時、彼らはこの終末の時代において重要な役割を果たすことになります。この二人は荒布をまとって予言するとあります。その期間は1260日間とあります。それは異邦人が都を踏みにじる42ヶ月とほぼ対応します。つまりその期間、それに対抗して二人の商人が活動するということになります。11章4節では、彼らは地を治める主の御前に立っている二本のオリーブの木、また二つの燭台であるとあります。ゼカリアの4章11節から14節にも二本のオリーブの木が出てきます。私は彼に尋ねた。燭台の左右にあるこの二本のオリーブの木は何ですか。そして再び尋ねた。二本の金の管によって金の油を注ぎ出すこのオリーブの二本の枝は何ですか。すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何であるのか知らないのか。私は言った。主よ、知りません。彼は言った。これらは全地の主のそばに立つ二人の油注がれたものだ。二つの燭台はこの世を照らす光であり、そして二本のオリーブの木というのはその燭台に油を供給するものだと考えられます。つまりこの二人の商人は世の光として証をする者たちとなるわけです。彼らの行う技は超自然的なものでした。11章5節6節、もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、彼らの口から火が出て敵を焼き尽くす。もし誰かが彼らに害を加えようとするなら、必ずこのように殺される。この二人は予言をしている期間、雨が降らないように天を閉じる権威を持っている。また水を地に変える権威、さらに思うままに何度でもあらゆる災害で地を打つ権威を持っている。これらを見ますと、預言者エリアが天から火を降らせたり、雨を降らなくさせたり、またモーセがナイル川を血に変えたり、数々の災いを引き起こした、その様子を思い出させます。この二人の預言者は旧約時代のエリアやモーセに匹敵するような技を行うのです。しかしそんな彼らが底知れぬところから登ってくる獣によって殺されてしまいます。この獣とは13章にも出てくる反キリストとも呼ばれる人物であり、終末時代の大きな鍵を握る人物でもあります。この二人の死体は都の大通りに晒し物にされます。続いてこう書かれています。11章10節、地に住む者たちは彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を交わす。この二人の預言者たちが地に住む者たちを苦しめたからである。さあ、この時の地上の人々の態度は私たちにとっては不可解なものです。この二人の証人というのは神様側につく者を正しい人々の味方ではなかったのでしょうか。しかし人々は彼らが殺されたことを喜び祝っているのです。この時、多くの人々の良心は麻痺して、反キリストの言いなりになっていたのかもしれません。考えてみれば、イエス様が十字架につけられた時も、多くの人々はあざけり、罵りました。
悪魔が働くとき、人々は惑わされ、正しいことがわからなくなるのです。しかしことはそれだけでは終わりませんでした。もう一度逆転が起こります。十章十一節、しかし三日半の後、命の息が神から出て二人のうちに入り、彼らは自分たちの足で立った。見ていた者たちは大きな恐怖に襲われた。二人は天から大きな声がここに登れというのを聞いた。そして彼らは雲に包まれて天に登った。彼らの敵たちはそれを見た。まるでイエス様の復活と昇天を思い出させるかのように、この二人もまた復活し天に登っていくのです。さあ、このことから何が言えるのか。終末の時代、反キリストが登場し大きな力を発揮します。それに対する二人の証人も殺されてしまいます。これらを見るときに、ここに希望はないように見えるかもしれません。このように終末の時代には教会、クリスチャンたちも大きな苦難を通らされます。時には正しいものが敗北したかのように見えることもあるかもしれません。しかし私たちはそこで希望を失ってはなりません。神がこの二人の証人を生き返らせて、そして天に上げられたように、神は正しいもの、神を信じるもの、神に従うものを守ってくださるお方です。どんなにこの世が悪くなり、また自分たちに不利な時代になり、一時敗北してしまったように見えたとしても、そこでは終わらないはずです。神は最後には正しい裁きをなさる方でもあります。その時まで私たちは反キリストに惑わされたり、また正しい判断を失ったりしないようにしなければならないのです。終わりの時、二人の証人が神によって立てられます。しかし一時反キリストに敗れることになります。そこで大勢の人々はそのことを喜び祝うとあります。人は強いもの、権力のあるものが魅力的に見えてなびいていくという傾向があります。しかし神がこの二人の証人を生き返らせたように、最後には何が正しいのかということが明らかにされます。私たちもその判断を失ってはなりません。終わりの時代が近づくにつれて、何が正しいのかが分かりにくくなってきます。しかしそんな時ほど私たちは主にあって正しくあり、神の側に立たなければなりません。いつも自分自身を神の側に置かせていただきましょう。お祈りいたします。主イエス様、終わりの時には惑わす者が現れ、そして人々は何が正しくて何に従うべきかが分かりにくくなります。そんな時、私たちは神様の側に立つことができるように、いつも正しく物事を判断し、御言葉によってそれを見分けていくことができるように導いてください。私たちに正しく御言葉を読み、そして理解する力をお与えください。感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。